はい、今回は FTR223 の紹介動画になっております。はい、で、まず社外品からですね、レバー変わってます。ハンドルブレースですね、ついてます。スマホホルダーの方がついてます。ウインカー社外品変わっておりまして、マフラーが、はい、カーボンのやつに変わってますね。で、リアのウインカーも変わっております。あとはグリップとかですかね。はい、ざっくりそれぐらいかなと思います。はい、でですね、ちょっとした多分色あせはねあるんでしょうけども、かなり外装の状態もですね綺麗で、あんまり線傷とかも見当たらないぐらいには綺麗ですね。はい、やっぱりまあ、あのエンジン周りですね、サビとかはどうしても、まあ、あの多少古いバイクにはなってきてしまってるんであるんですけれども、もう個人的にかなり綺麗な状態だと思ってます。はい、じゃあエンジンの方かけていきます。マフラーもね、そんなにうるさすぎない音で近所迷惑にもならないかなって、ちょっとアイドリング高めにしてるんですけども、全然問題ない、あの全くうるさくない音ですね、なってます。はい、でですね、こちら、多少古いバイクにはなってきてるって先ほど言ってたんですけども、当店であれば保証1年1万キロついております。購入いただければバッテリー、プラグ、オイル、こちらはそれで新品に交換した上ご納車させていただきますので、安心してお乗りいただけます。ぜひご検討ください。